どうもこんにちは、セーラム州の鈴木でございます。本日はですね、オーダーグッズのご紹介でございます。本日の靴はゾンタの革を使ったモカデザインの靴でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、当店でオーダーいただきました靴のご紹介でございます。こちらでございます。こちらの靴をオーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと王様でございます。王様、オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。まずデザインが ES-14、 こちら U チップとなっております。このモカの部分、そしてこのサイドの革はですね、全てこう別の革となっておりまして、合わさったような形になっているので、合わせモカとか、あとはこうね、拝んだ形に似てるということもあって、拝みモカという形でですね、呼ばれております。立体的にですねなっていて、さらにこうおしゃれに見えますので、個人的にはですね、この、拝みモカというデザインはかっこいいと思うモカデザインの一つでございます。で、そして革なんですけども、こちら、ゾンタのオールドイングランドの、ブラックでございます。カーフとなっておりまして、いわゆる子牛の革ですね。非常にこうキメが細かいカーフなんですけども、あのネイのカーフと違うのは、こちらゾンタの方がですね、少しこうオイルがしっかりと入っていて、あのネイと比べるとパリッとした雰囲気がですね、長く続く革でございます。ゆっくりエイジングさせたいという方にはですね、ゾンタのこのオールドイングランドのカーフがおすすめでございます。で、続きましてが敷革ライニングですね。王様はグリーン、緑を使っております。ちょっとね、黒に見えるかもしれないですけども、こちらグリーンとなっております。まあ既成靴でもあまりこういったですね、色を使っているライニングはですね、少ないと思います。はい、その流れで敷革の刻印ですね。オリジナルの足にはオリジナルの靴をでですね、当店のスローガンが入っております。で、続きましてが底に行きまして、こちら革底となっております。革底ではあるんですけども、こちら、ラバーのつま先になっております。先ゴムとかつま先ゴムと呼ばれているタイプでございます。やっぱりこう革底の場合はどうしてもですね、最初に靴のですね、こう反りが出るまでに、どうしてもつま先が削れやすいという特性があるんですけども、そのですね、摩耗に対してこう強くあるためにですね、ラバーがですね、つま先の削れをですね、防ぐ役目を担います。スコッチグレーンさんでもよくね、このタイプ使っておりますけども、この革底をですね、楽しむためにはかなり有用な手立てだと思います。そして化粧ヒールにつきましては、半分革半分ゴムのですね、半革ゴム丸というものがついております。ラスタータイプとね、よく言われるものでございます。そして、革底のこちらのお色なんですけども、こちら濃茶となっております。ビジネスライクにですね、使う場合にはですね、この後ろから見た時に、明るい色よりもですね、濃い色の方が、まあ、あの雰囲気はよく見えますよね。カジュアルっぽく見せる時には、明るい色でも全然ね、かっこいいと思います。と、革底の刻印につきましては、こちら、見えますかね、はい、日本国山形さんというですね、宮井工業さんのオリジナルの、刻印が入っております。で、続きましてがサイドですね。はい、リブなんですけども、今回はかかとにも出し縫いの糸の目が見えますダブル巻きをご採用いただいております。ダブル巻きをご採用いただきますと、このヒールのですね、ボリュームがガシッと、大きくなってですね、武骨でごつい感じになります。立ってる時のですね、こう安定感はこちらの、ダブル巻きの方が結構しっかりと、しております。この辺はですね、華奢な感じが好みだという方にはシングル巻き、このごつめのね、感じが好きだという方はダブル巻きをご選択ください。
で続きましてがウェルトなんですけども、こちらスリットウェルトをご採用いただいております。こちらのタイプでございまして、横から見た時にこうやってね、こう切れ目が半分入っているものでございます。でこの切り立ったここのですね部分が切りっぱなしになっておりまして、それがですねこのアッパーに巻きついているという感じです。荒々しさがね感じられると思います。おとなしめなですねこのウェルトの雰囲気にしたいという方は、ヒラとかヒラ目付けのこうフラットなものにしていただいて、立体的なですねちょっと雰囲気のあるウェルトがいいという方はですね、ストームウェルト、そしてこちらのスリットウェルトをご採用いただくといい雰囲気のアクセントになります。そしてウェルトコバのお色なんですけども、こちら黒だから余計にね映えると思いますけども、こちら赤茶でございます。赤茶はですねトリッカーズなんかでよく使われておりますけども、黒のアッパーに赤茶であったりとか濃茶あたりはですね、カチッとした印象ですね、若干こう和らげるという効果があります。外しということでよりこうおしゃれさをアップしたいという方にはですね、こういったちょっと色を変えてみるというのもおすすめでございます。かかとのこのレイヤーもですね、赤茶であればギリギリこう見える感じになりますので、おしゃれさをアピールできるんじゃないかなと思います。で、出し縫いの糸のお色なんですけども、ウェルトの色に合わせまして茶色でございます。で続きましてが小刃形状ですね。矢筈の両踏まず丸でございます。はい、前半分がですね矢筈仕上げとなっておりまして、この、踏まず部分ですね、ここだけが両サイド丸となっております。この前半分をこう小刃を薄く見せる効果がありまして、でさらにはこの、踏まず部分をですね丸く仕立てることでエレガントさが増すかなと思います。はい、そして最後に靴紐ですね。黒の平紐をご採用いただいております。まあ、平紐の方が、フラットな感じになっていて、デザイン性をうまく打ち出すことができるかなと思います。はい、まあアッパーの色が、黒なので、この場合はですね黒で合わせるのがですねまとまっているかなと思います。カジュアル目でガシガシ履きたいという場合であれば、こちらの、小刃の色に合わせまして茶色とかで合わせるのもいいかなと思います。はい、実はですねこちらの王様の靴なんですけども、左右でウィズが違います。右足が B ウィズとなっておりまして、当店で一番細い木型を用いております。そして左足は C ウィズとなっております。自分もですねいろんな方の足を測らせていただきまして、やはり左右でですね同じ人っていうのはほぼいないです。足のこの甲の骨の部分ですね、はい、この甲の骨の部分であったりとか利き足とかのね足の動きとかも含めて、やっぱり筋肉量ってね結構違うんですよね。若い方でも今外反母趾が進行している方非常に多いので、足に合ってない靴をですね無理やり履くのではなくて、少しでも足に合っている靴をですね、履いていただければ嬉しい限りでございます。はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。モカデザインというのはですね種類が結構あるんですよね。宮井工業さんでも、今回お届けした、おがみモカ、うわモカとか、あとはなんだつまみモカというのもありますし、あとは、流れモカなんてのもねあります。人気あるのはですねやっぱりこう、宮井工業さんとオプションになりますけども、ドーバーステッチと呼ばれているものがあります。はい、まあ、この辺ですねぜひともググっていただければいいんですけども、こういったですねいろんなモカがある中で、僕個人としては今回ですねお届けしたおがみモカとか、合わせモカと呼ばれるこのタイプが結構好きなんですけども、人によってはですねやっぱり上モカがいいとか、で人によってはつまみモカのこの柔らかい雰囲気がいいとかで、本当に結構皆さん好みが違います。もしまあ皆さんがねモカをオーダーされたいということであれば、ご自身の気持ちに素直になっていただいて、自分が履きたいのはこのデザインだというものをですね、ぜひとも見つけていただければなと思います。自分は子供がいいんだというものがあればですね、ぜひともコメント欄の方に書いていただければなと思います。はい、ということで本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。